ごめんね。もう一回、自己紹介から練習しましょう。じゃあ、自己紹介お願いします。はい。おはようございます。はじめまして。私はプルカス・ゴートムと申します。プルカスと呼んでください。今年33歳です。京都産官科学大学で大学院卒、去年9月大学院卒業しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どこの大学院ですか？京都の大学。京都の大学院ですね。はい。で、国からお金出してもらって留学してきたでしょ？それもアプリ、自分で言った方がいいよ。うん。国のなんだっけ？奨学金からもらって日本に留学しました。うん、日本に京都大学院留学しました。それもいいことだから言った方がいい。うん。はい。じゃあ言ってみて。国の奨学金で、国の奨学金で、奨学金。国の奨学院で、奨学金、金、金。奨学金、金で、うん。留学しました。京都大学院に留学しました。留学しました。うん。京都大学院に留学しました。京都大学院でしょ？京都先端科学大学。うん、じゃあそこに留学したって書いて。国の私学で 国の奨学金で、奨修学学院金。で、京都産科学大学にに、留学をしました。しまし留た。学しました。留しました。留学しました。うん。そうだね。国の奨学院で、国の奨学金。奨学院で、奨学金、金。奨学金、修ドル学、バタン、奨学金。奨学金のか、金、お金が金のか、金曜日が金。国の奨学金で、京都先端科学大学に留学しました。そうです、そうよ。はい。OK。ありがとうございます。そうだね。はい。日本に来て、どはんい。なアルバイトしましたか？日本に来て、どんなアルバイトをしましたか？日本に、大学生に電気ものを教えています。おー、わかりました。生徒は大学生ですね。はい、大学生。はい。大学生と仲いいですか？フレンドですか？フレンド。仲いいですか？フレンド、フレンド。友達ですね。ちょっと待ってで日本す。人ね。日本人。仲がいいで、ですか？って聞かれたら、仲がいいに、です。日本、仲あ、日本。いいよね。これでもクローズリレーションサーバーね。OK? 大学院、と大学生と。オールイスチューナーズは、リレーションコストサーバーね。OK? クローチャー。はい、仲いいです。うん。はい、仲いいです。うん。
大学院何月卒業しましたか？大学院は、去年9月4卒年の業9しまし月ですた。ね。はい。今大学院で研究していますね。どんなことを研究していますか？どんなことを研究していますか？どんなことを勉強していますか？と同じ。今。何で？どんなことかな？勉強、どんなこと？勉強か、研究ね。研究だから。パソコンのソフトのデザイン作ったり。でしょ？さっき、どうぞ。ロボットとパソコンのソフト。ソフト。パソコンのソフト、CAD デザイン。けど、CAD デザイン。けど、CAD。デザイン、センセンササー、ー。電気センサー。電気センサー。と、ウィンドパワー、how to say ウィンドパワー。ウィンパワーだけなんじゃない？ウィあ？ンパワーテクノロジー、ウィンパワー。アワードパッティカルにね。Windows、テクノ？ウィンドウ、アウトセイ。ウとィンけれ、パワーテクノロジー。泡はたびじゅうにかんね。なんせよ。ウィンドパワーテクノロジー。いや、見ないとわかんないですね。ちょっと見ますね。ウィンドパワー。Windows。風で電気作る方なん、なんていう。火事で電気作ります。風で電気を作ります。それで、夫婦で。風と、ソーラーシステム、ソーラーパワー、テクノロジー、ソーラーパワーだけはない？ソラーパレル。ソーラー。ソーラーパネル、はい。ソーラーパネルと、あと、風力発電ですね。風力発電技術を勉強してる。それ後でもう一回また勉強してね。パソコンのチップス、パソコンのソフト。ソフト、パソコンのソフト、ロボット、CAD デザインと風で電気作ります。風力ね。重力、風電気は重力。風力。をしました。研究していますね。勉強します。研究しています。研究してみます。大学院は研究だから。大学は勉強。大学院は研究。研究、わかるかな？あとなんだっけ、趣味は何ですか？日本に来て好きなことは何ですか？趣味は、趣味は好きなこ趣と。味は、本は勉強。勉強して本を読む。本を読むことね。あと、traveling だけはんじゃん。traveling、趣味は traveling。旅行すること。旅行あ、すキるャこワーと。ね。はい。旅行す るこキャとワーに と、旅行すること。キタパニーにマンディワン、キタパニーだけなんじゃない？オノは勉強します。じゃあ、趣味は旅行することと本を読むことです。練習してみて。声出してみて。趣味は何ですか？趣味は練習することと本は
見て。趣味は本を読むことと旅行をすることです。そうです。なんか、そうだね。アルバさん、ご飯大丈夫？ごめん。大丈夫です。何を言わなきゃいけないの？読むこと。読むこと読でむことす。です。そうね。趣味は旅行することですと本を読むことです。そうですね。どうして日本に来ました？どうして日本に行こうと思った、日本に来ましたか？どうして日本に来ましたか？どうして日本に来ましたか？どうして？日本で働きたいから、どうして？日本で、働きたいから、日本で日働本きたいに、から。日本に来ます。日本に来ました。日本に来ました。どうして日本で働きたいですか？日本のテクノロジーはすごいですから、日本で働きたいです。日本のテク何？テクノロジーやるし。そうだね、テクノロジー、待って。テクノロジーね。テクノロジー、はい。テクノロジーは、が、すごいから、発展しどてういるうか。から。すごいからです。日本のテクノロジーがすごいですから。日本で働きたい。卓越した技術から。テクノロジーが技術ね。技術、はい。同じだね。技術がすごいから、です。日本で、何年住みたいですか？2年目です。何年住みたいですか？2年目です。日本で、日本に何年住みたいですか？何年住みたい？ジャパンはコティバーサボハナチャンチャウバネオケトコティバーサボスノイさん。日本に何年住みたいですか？日本に長い住み、あ、じゃあ、日本に長く長住みく住みたいです、まだまだ。たいです。日本に長く住みたいと思います。そうですね。長 OK。く住みたいと思います。日本に来て何年目ですか？日本に来て2年目です。そうですね。
家族何人いますか？家族は、2人。家族というのはお父さん、お母さん、弟、えっと、あの全部あ何人？ 4 人？あ、家族は1人。家族はお父さん、お母さんも入れるよ。あ、4人。1人。家族、サバイトトルフィミリカジャナウンチャワネガケ。ねえ、4人。私4入れ人てで4す。人ね。私と4人です。私を入れて。家族は4人で。私を入れて4人で4す。はい。人です。じゃあ、兄弟何人ですか？兄弟、一人ですね、二通一り。人です。弟一人です。おっとっと言っといて、はい。ね。一人います。弟が一人います。ネパールでどんな仕はい。事しましたか？はい。ネパールで、電気会社で、電気会社で仕事をしました。電気作る会社でしました。電気作る会社で、仕事をしました。電気を作る会社で、また、あ、びっくりした。子供ね 電気を作る会社で仕事をしました。はい。ドルバーさんの子供の方が日本語上手かもしれないよ ね。今、どこに住んでいますか？今、京都に住んでいます。京都ですね。京都は暑いですか？京都は、あ、今、あ、あ、京都、東京より、暑いです。今日より暑いですね。もみじ見ましたか？もみじ。もみじを見ましたか？もみじは何？もみじは黄色い葉っぱ。黄色い葉っぱ。もみじあれか、ポエラパーティケ。ルファロクああ。リ、ジャングルポエラウンジャニー。ああ、今の。黄色くなる葉っぱ。はい、見ました。見はい、ますか？見ました。綺麗見でましすた。か？綺麗です。とても綺麗です。とても綺麗。何月ぐらいなったらありますか？1ヶ月ぐらい。1 月ぐらい。1月ぐらい。1ヶ月ぐらい。何1月月。ぐらいにもみじ見ましたか？1月ぐらい。1 月ね。4月で1すね。月。わかりました。ネパールに住んでいた町、どんな町ですか？ポカラです。どんな町ですか？海が近いですか？山が近いですか？僕らコストシティオはね、ウケ。本当に YouTube でしたっけ。綺麗なシティですよね。綺麗な町綺でし麗た。です。綺麗な町ですね。建物は綺麗多ないです街。か？
はい、綺麗な街です。わかりました。建物が多いですか？建物。建物。ビル。バラルデレーション？ああ、はい。はい、ビルが多多いいです。です。ビルが多いです。ビルが多いです。わかりました。まあ、日本語とにかく そんなにできないから、後でまたロルファーさんと練習して。はい。Porque son hoy en feria practice que ahora me Ella. hable. ¿Eh? Hey. Gambate, ¿eh? Domari. Adiós, Hey. te voy a dar. Domo. Hey. Domo, Adiós, te adiós, voy a dar. adiós.